かけて、こっちは声かけてない、あなたが声をかけようとしたんでしょ、こっちは何もしてないじゃん。だから、だから声かけたのは自分で。だからそういうことはもう迷惑になるからやめますよ、だからね、それをやめろって言ってるんじゃないですよ、謝罪してくれって言ってるんですよ。いや、しない、うん、だったらつけていきますって言って、当たり前のことでしょ。だって自分悪いことしたって記憶ないでしょ。そしたらさ、だってさ、あなた何最後に一言何言ったか覚えてないんですか。それは言ったよ、それは。だって何て言ったんですか。だって感じ悪いよ。いや、だから何て言ったの、その言葉を聞かせてください。何て言ったんですか、エレベーターに乗る前に。そういうことするんだったら、ここにいないでくれとかいうことは言いました。違いますよね、そうじゃないですよね。僕ちゃんと聞いてましたよ、うん、なんて言いました、覚えてないんですか。罵声浴びせましたよね。じゃあ、声出さなきゃいいわけね。違いますよ、言ってるのは。あなたが言ったことに対して謝罪を求めてるんですよ。誰が。私が。あんたに言ってねえよ。私に言ったか誰に言ったか。だってあなたはこっちに向かって言ったんだから、僕の顔見て言ったんだ。だからそういう雰囲気に対して言った、うん、でそれに対して謝罪しないんでしょ。しない、うん、だから僕はあなたに対してこうやってつけてるんじゃないですか、うん、じゃあ明日の損害賠償請求してやろう。明日の朝出てくるまで待つ。いいよ、違うよ、うん、別にあなたの住所確認できたら裁判であなた訴えてやろうと思ってるんですよ。あ、どうぞ。侮辱罪だから。え、あの住所と名前教えてもらうと変わりますよ。住所と名前教えてもらえるのだと変わりますよ、うん、それで。だって住所頼まれたら。訴えるのはいつ。あ、でも明日でもやりますよ。すぐ。あ、やります、やります。みんなやります、うん、全然やります、やります。侮辱罪だもん。侮辱罪ね。侮辱罪だぞ、あんな公然。少しまきまえてね、あの。いや、だから。ね、そちらのね。だから、うん、あなたが謝罪するつもりがないとおっしゃるので、こちらは侮辱罪で訴えるので、今あなたの住所と名前確認する作業をさせてもらってるんです。だからさ、ね、そういうああいう風に態度取らないでよ。だから、ね、謝罪するつもりがどうもないようなので、うん、ちゃんとあなたに対して。それでもう終わりなんだよね。いやいや、それ終わらないですよ。それはあなたが勝手に終わってるだけで、こちらは公の場で侮辱された立場ですからね。それに対して警察でもいいし。いや、私から言わせるとあなたそもそも警察行くのも嫌がるじゃん。ああいう態度取られるとやっぱり感じ悪いですよ。同じじゃないですか。うん、我々は別にあなたに何も言ってないのに、うん、あなたが勝手にこちらに何て言いました。覚えてないんですか。だから俺それ言ったのは悪かった。いや、それは悪かったという謝罪されるということ。ええ、そこさっきからちょっと。じゃあ謝罪するから、うん、今度から何もそういうことがあってもさ、言おうとかなんとか頑張ってるそういうこともやると誤解されちゃうから、今度ああいうふうにやっぱり態度取らないで、私も気をつけるからちょっとごめんなさい。僕言ってるのは、エレベーターの前であなた何を言ったかって自分では記憶してないんですか。あ、ちょっとカチンときちゃったから。カチンときてましたよね、あれでね、お前らそこでやめろとか、お前らが一番嫌いなんだってあなたは言ったんですよ、うん、大きな声でやめろとか、それを言ったんですね、うん、でそれに対して僕たちは別に、あ、じゃあそれに対してはもう本当に謝らないと、うんうん、だからそれをね、うん、ちゃんと謝ってもらえれば、うんうん、やっぱりね、うん、ああいう場所で大声出されてね、私謝りますけど、ただなんかちょろこっとやった時に一応こういうふうに配ってる立場だからな、ふーんだけどそこだけお願いして、うん、そこはね、うん、そのうちの中村がそういうのになったに感じたのは、これはこっちもごめんなさいなんですよ、うん、そうです。それは僕はそれは見た目が悪いとやっぱり気持ち悪いよね。違う、そんなつもりはないんだけども、うん、そう感じてられたのは仕方がないし、うん、そこはね、あなたの主観だから、そこを僕は批判するつもりないんです。でもちゃんと説明しようとしているのにね、あなたがその、うん、だから説明聞くまで上のね、お兄さんのさ説明聞くまで待ってばよかったんだけど、その前に女性がこうやったからさ、うん、それでちょこっと私も、うん、だからいい年してね、そうだから、お父さんがそうやってね、うん、ちゃんと反省されていた、折れるところは折れていただければ、我々も全然悪いとは思って、うん、全然全くないじゃないんだけど、うん、ああいうことをされて放置してると、また他の人とかもされた時に、我々も政治家としてね、やっぱり一応犯罪になるし侮辱罪ってなるんですよ。でそこ はだから政治家の方だったら、うん、ああいうふうな態度でやっぱりいや、そこは、ね、だから私もこうなんか言ったのは悪いけど、いや、そこはね、だから誤解をされてると思うんですよ、うん、別に
中村があなたから逃げたとかそんなでは僕はないと思うんですけど、それはでも逃げたと理解されたのは仕方ないと思うんですよ、うん、でもそれだったらねもう少しちょっとね、だからもう謝罪するからもう本当夜遅くなるね、うん、明日も早いんで、はい、だからそういうことわかりました、はい、わかりました、はい、じゃあこれで失礼します、はい、あの本当にあのこれも動画なんだよ本当に、うん、だからそこは僕分かってるんです別にだからねだからそれで、うん、もしも無関心だったらそのまま取り捨てたんだけど検査ねちょっとそのなんかあのそうですよねとなんとかって声かけようとしたのがまずかったから、うん、いやまずいとかじゃなくて僕一つだからちょっとまあ人生の先輩に申し訳ないですけどやっぱりああいう場所でねみんなが見てるところで大声で罵声を浴びせるっていうのはやっぱり犯罪になります。これ犯罪になるんですお父さん申し訳ないけど、うん、で僕たちそれを今やめてくれたんで僕は訴えようと思わないですけどさすがにあれはお父さんやめた方がいいです。声かけるのは OK なんですけどみんなの前で罵声浴びさせられると見てる人は我々がなんか悪いことをしたって思われちゃうんですよ。でそれを放置するとやっぱりなんか都合の悪いことしたと思うんで僕はやっぱり代表としてちゃんとこうやってお話させていただいて、うん、お父さんが謝罪してくれた。ただ私は、うん、向こうはそのつもりないかもしれないけど、分かりました、よく分かりました、はい、嫌な顔してこうやったっていうふうに、はい、それで、うん、そこは分かります。僕あの一応連絡先だけ代表あの何かあったら私いますからいつでも。いやいや全然そこまで。いやいや違うあの何かあった時に僕は何か聞いてるわけじゃないので。松戸でもやってましたよね。もちろんもちろん、はい、だから、うん、あの私も今葛飾の議員で代表してますからもしね、うん、NHK のことでも何かお困りごとがあれば我々は別にそのお父さんのことを嫌いとかそんなんじゃなくてあれをされちゃうと一応ねお父さんにそれはダメですよって言わなきゃいけない立場なんですよ一応ね。だから一応あのなんか困ってるとああいうおかしい自陣もいるからっていうことだけ言ってやるいやいやそれはどんどん早いことで分かってるんでそこはもうこれ以上何も言わないんですいませんまたはいよろしくどうぞはい、はい、失礼しますどうも NHK をぶっ壊